点火装置は燃料に点火するための装置の総称である。火花点火内燃機関では、混合儀が充填された燃焼室内に放電することで点火し、石油ストーブでは灯油を電熱線で熱して点火するなど、燃料を用いる多くの装置に用いられる。内燃機関の点火装置は、最初期は、グローエンジンの焼き玉などに代表される。 加熱管を直火で熱する方法が取られていたが、19世紀末に電気火花を用いた方式が開発されるとほぼ全てのガソリンエンジンで用いられるようになり、火花点火内燃機関と分類されるようになった。マグネトー式点火装置、マグネトー式点火装置は磁石とコイルによる電磁誘導によって電気を発生する方式である。 切り替え式点火装置マグネ島により発生する点火電圧はエンジンの回転数に依存するため初期のマグネ島においては始動時などの極低回転時には点火電圧が不足しがちになる問題点があったそのため1908年登場のフォードモデル T などの黎明機の自動車や航空機においてはマグネ島と同時にクランキング時の 点火電圧供給専用の非充電式乾電池を搭載する切り替え式点火装置を採用するものが存在した。このような点火装置を持つエンジンは、クランク棒による手動クランキングの際には乾電池からの電力を使用して指導を行い、指導及び暖気が完了した後は、手動スイッチで点火電圧供給をマグネトに切り替えて運転を開始することになる。 マグネ島の信頼性向上や、工術のバッテリー式点火装置の出現により、現在ではほぼ廃れた点火装置である。バッテリー式点火装置、スターターモーターなどの消費電力の大きな電気機器を搭載する、近代的な自動車においては、大容量のカーバッテリーが搭載されるため、マグネ島に代わって、バッテリー式点火装置が用いられるようになった。 これは発電力の大きなダイナモやオルタネータから発電される電気を一旦バッテリーに蓄えバッテリーからの電力を各気筒に配電する装置であるディストリビューターに内蔵されたコンタクトブレーカーに入力し点火コイルを用いて電圧増幅を行い点火を行うものでディストリビューターをはじめとする基本的なシステムはアメリカ人技術者のチャールズケタリングによって発明され 彼が起こした会社であるデルコエレクトロニクスの生産で1910年型キャデラックに初めて搭載された。ケタリングの発明したバッテリー式点火装置はスターターモーターの搭載を前提として開発されたもので原理的にはマグネト式点火装置を踏襲している面があったのだが当時のクランク棒による手作業の指導は場合によっては クランク棒の逆回転で死に至る重傷を負う事故が発生する重作業であったため、この危険な作業から解放されるという意味で、極めて画期的な発明であった。バッテリー式転化装置と実用的なセルフスターターの登場により、自動車は中高年などの腕力が弱い方々でも容易に運用できる乗り物となり、その後も鉛蓄電池や、 発電機の進歩によって普及が進んでいき、現在でも人力では指導が困難な大型エンジンの点火装置の主流であり続けている。なお、消排気量オートバイにおいては同じ系列のエンジンでも前述のマグネット式とバッテリー式点火装置が使い分けられることがある。これはスターターモーターを搭載するか否かで車種内格差をつけたり車種を超えて エンジンを共有する結果で、セルフスターターは大容量バッテリーを必要とし、余力ある。大容量バッテリーは、バッテリー式点火装置の採用を容易にした。また、セルフスターター仕様の車体は、大容量バッテリー搭載に伴い、キックスターターのみを、始動機構とする、マグネト点火式の車体よりも高い電圧の、電装計を持っており、このことは、 コンタクトブレーカーに高い電圧を加えることができることを意味する。キックスターター、セルフスターター併用搭載の車体では、キックによるクランキングでも十分な点火火花が得られるため、安定したエンジン始動が行え、これはマグネットを点火式キックスターターよりも軽いキックで始動できることにつながる。また、セルフスターターではエンジン始動できないほどバッテリーが上がっても、 バッテリー式点火装置は十分作動するため、この点からのキック始動性能が高いと言える反面、バッテリーが完全に上がっていると始動が全く行えなくなる欠点がある。機械制御式点火装置、ディストリビューターキャップほとんどの4ストローク機関は、チャールズ・ケタリングの基本デザインに習い、機械的に点火時期を判断して、 点火順序に従って、各気筒への点火を行う点火装置を備えている。このような機械制御式点火装置の中心をなすのは、ディストリビューターである。電圧供給源は、カーバッテリーであり、カーバッテリーには、エンジンの動力を、ベルトドライブにより受け取って駆動するダイナモや、オルタネータによって電力が充電される。ディストリビューターはカムシャフトから、 エンジンの駆動力を受け取り、内部のシャフトに取り付けられたコンタクトブレーカーをダウン属させることで、点火コイルにかかっているバッテリー電圧を増幅させ、点火に必要な高電圧を発生させる。そして、点火コイルの高電圧は、ディストリビューター内部のローターの接点により、ディストリビューターキャップからプラグコードを経て点火プラグへ配電される。 点火コイルの内部には1次コイルと2次コイルの2、系統のコイルが内蔵されており、バッテリーからの電力は1次コイル側にのみ接続される。ディストリビューターのコンタクトブレーカーで1次コイルの電力が高速で断続されることで、1次コイルより関数の多い2次コイル側に電磁誘導によって高電圧が形成される。二次コイル側にはプラグコードが接続され、 ディストリビューターに点火電圧が送られていく。機械制御式点火装置の回路図同時に、一時、コイル側にはコンデンサが接続される。このコンデンサは、コンタクトブレーカーの接点のスパークを抑制し、コンタクトブレーカーのポイントの摩耗を防ぐ目的があるが、一時コイルとこのコンデンサによって、LC 回路を形成して、二次コイルの電磁誘導に適した。 共振周波数を発生させる目的も持っている。二次コイルから送り出された高電圧はディストリビューターキャップを通ってディストリビューター内部に入り内部のシャフトに取り付けられたタイミングローターによってディストリビューターキャップに設けられた各気筒分配用の接点に点火順序に従って配電を行い燃焼室への点火が行われる。 これが機械制御式点火装置の基本メカニズムであるが、8気筒以上のシリンダーを持つ高性能エンジンによっては、下記のような機能拡張を用いて点火性能のロスを最小限に止めていた。ポイント式ディストリビューターを用いる機械制御式点火装置は、原理的にはマグネトを用いた点火装置と変わらないが、このような方式は、 点火順序設定の自由度が高く、ディストリビューターの取り付け角度を変更することで容易に、点火時期の変更が可能という利点が存在する。後年には、インテークマニホールド負圧を用いたダイアフラムによる点火時期制御や、ガバナーを用いた回転数による点火時期制御も行われるようになった。しかし、コンタクトブレーカーのポイント部分の摩耗が激しく、 定期的な隙間調整やブレーカー本体の交換が必須となる仕様でもあったため、1970年代後半からは、工術の電気制御式点火装置に順次置き換えられていくことになった。電子制御式点火装置機械制御式点火装置には、コンタクトブレーカーの摩耗による電気エネルギーのロスという問題が常につきまとうものであった。 コンタクトブレーカーの定期的な隙間調整やブレーカー交換はドライバーに機械的な整備知識や交換費用の負担をし、加えて点火電圧も機械的な接点の状態に依存しており、特に低い回転数での電圧ロスが燃費や排ガス規制への対応の大きな障害ともなった。6気筒を超える多気筒エンジンが用いられる高性能車においては、 機械制御式点火装置の機構的な改良にも限界があったため、1970年代には様々な方式の電子制御式点火装置が用いられるようになった。基礎的な電気制御式点火装置の回路図まず最初に登場したシステムは、ディストリビューターのコンタクトブレーカーを電気式スイッチで代用するセミトランジスタ式ディストリビューターであった。このシステムは、 比較的容易に従来のポイント式ディストリビューターを更新することができるために1970年代の中期から後半にかけて多用されたがディストリビューター稼働部分の摩耗に対する定期的な点検は依然必要な仕様であったその後ディストリビューター内部の機械的接点を完全に廃したフルトランジスタ式ディストリビューターが登場するこれは カムシャフトの角度をディストリビューター内部のホール素子を用いた磁気センサが検出し、電気的な断続機能はディストリビューター外部のイグナイターによって行わせるシステムで、これによりディストリビューターはタイミングローターとディストリビューターキャップの接点のメンテナンスを除いて、ほぼメンテナンスフリーとなり、機械的、電気的な信頼性が一挙に向上することとなった。また、 ポイントの摩耗をあまり考慮しなくても良くなったため、このようなフルセミトランジスタ式ディストリビューターには、大容量の添加コイルが組み合わされるようになり、燃焼効率の増大によって、排ガス規制にも有効な対策が講じられるようにもなった。このようなシステムは1980年代後半から90年代初頭にかけて、 ダイレクトイグニッションが登場するまで、近年まで幅広い車種に搭載され続けていた。アメリカにおいては、電子制御式点火装置は1948年に、レーン極観方式のものを、デルコレミーエレクトリックがテストを行ったのが、最初のものとされる。一方、ルーカス・インダストリーズは1955年に、初めてのトランジスタ式点火装置を開発。 BRM とコベントリークライマックスが製作した F1 に搭載され1962年の F1 世界選手権に投入される。同年アフターマーケットパーツとしてオートライト社がトランジスター 201EN トゥンソル社が A-4 という商品名で電子制御式点火装置を市場投入した。そしてポンティアックは自社の乗用車に 電子制御式点火装置をオプション設定した最初のブランドであり、この点火装置はデルカトロニックとして1963年の2代目シボレー・コルベットから全面採用されるようになった。フォードはルーカスのシステムを採用し、1962年のロータス25に初採用、インディアナポリス500出場者にも1964年モデルで、 テストが行われ、翌1965年から本格的に搭載されるようになった。クライスラーでは1958年より EN-R-W マイヤー、er、の設計の下で電子制御式点火装置が採用され始め、1961年にはナスカール参戦車両のクライスラーヘミエンジンにも搭載されるようになった。1965年 e n プレスト・オーライト社は CD-65 の商品名で現在の CDI 式点火装置の原型となるキャパシタを用いた電子制御式点火装置を開発それまで前例のない5万マイル保証を謳ってアフターパーツ市場に販売を開始したアメリカンモーターズは1972年発売モデルよりプレスト・オーライトが旧来より販売していた 非 CD 型点火装置をオプション導入し、1975年からは全面搭載するようになった。プレスト・オーライトと同様の CDI 点火装置は、デルコからも1966年に商品化され、オールズモビルやポンティアックなどのゼネラルモーターズ社に1967年からオプションとして導入が始まった。同年にはモトローラからもブレーカーレス CD システムが、 発売された。こうした電子制御式点火装置を自社のすべての車種に全面導入したメーカーはイタリアのフィアットで1968年のことであった。ついでクライスラーが1971年、フォードが1973年、ゼネラルモーターズは1975年から全面的に導入された。1980年代には 電子制御式燃料噴射装置が一般的となり、自動車にはコンピューターであるエキュが搭載されるようになった。当初は燃料噴射装置のみを制御し、電子制御式点火装置の制御は従来のダイヤフラムやガバナーを用いる例が多かったが、後年にはエキュが燃料噴射装置と同時に電子制御式点火装置も制御するようになり、現在に至っている。 CDI 式点火装置 CDI 式点火装置は主にチェーン層や刈払機、芝刈り機等の小型エンジンを用いる機器で多用される。CDI ユニットにはマイクロプロセッサとコンデンサが内蔵され、マイクロプロセッサのセッティングによってコンデンサの放電周期を変更することが可能なため、そのエンジンのキャブレターセッティングや最大出力に見合った。 点火時期設定を行うことが可能である。小型軽量かつ安価に製造可能なため、オートバイにも多く用いられる。特に原動機付き自転車に用いられる CDI には、レブリミッター機能を有するものも多い。オートバイでは1969年の川崎マッハが CDI 式点火装置の初採用例であり、その後は2ストローク車や4ストローク車でも2008年の 排気ガス規制実施までは、小排気業者やオフロード用オートバイの多くが CDI 式点火装置を導入していた。自動車においては、1967年にプレストオーライト社は点火電圧増幅回路であるブラックボックスシステムを発表した。これは従来の機械制御式点火装置を改良するための一種の 後付け CDI システムでディストリビューター内部のコンタクトブレーカーを排してブラックボックスシステムに点火電圧増幅機能を担当させるというものであった。ブラックボックスが取り付けられた点火装置は増幅回路を除いては機械制御式点火装置と同じものであったが可動部分が減ることで機械的、電気的な信頼性が向上することになった。このシステムは ダッジやプリムスのストックカーレースやドラッグレースに参加するワークス仕様の EN ドッジコロネットやプリムスベルベデアで初めて用いられた。あとに、クライスラーも1971年の 340V8 エンジンや426ストリートヘミエンジンを搭載する車種にブラックボックスシステムと同様のブレーカーレス添加装置をオプション設定。 1972年には4、バレルキャブレターを搭載する高性能な5.6リットル 340CU、インエンジンや7.0リットル 400CU、インエンジンなどに設定が拡大され、翌1973年からは、全車標準装備となった。このような後付け CDI システムは日本でも、長い電子や、和光テクニカルが販売しており、 旧来の機械制御式点火装置を高性能を活行信頼に改良する方法として、旧社のレストアでは、ポピュラーな部品となっている。ダイレクトイグニッションダイレクトイグニッションとは、近年の高度な排ガス、燃費対策が施されたエンジンに用いられる、点火装置で、1個の点火コイルからディストリビューターで、点火電圧を分配する方式と異なり、点火コイルが、 各点火プラグの直上に一個ずつ設けられており、プラグコードを使用しない構成である。点火時期の検出は、カムカクセンサーが行い、点火順序や点火コイルへの点火指示は影響にて行われることが多い。可動部分がほぼ皆無であり、長いプラグコードを使用しないために、電圧ロスがほとんどなく、極めて信頼性と性能の高い点火システムが構築可能であるが、 その反面点火プラグ周辺に点火コイルなどが集中するために旧来の点火装置に比較してやや整備性に劣るという難点も存在する。そのため近年の車両ではメンテナンスサイクルの長いプラチナ電極の点火プラグを純正採用するものも多い。なおオートバイなどでは点火時期の検出をクランク角センサーによって行う車種も多いがこの場合は 排気場視点でも、点火火花を発することになる。排気場視点での点火は、エンジンの回転に何らの寄与もせず、点火プラグの寿命も縮めやすいため英語圏では、EN、w a s t e d Spark と呼ばれる。近年の車両に搭載される駅は、燃料噴射装置の制御だけではなく、ダイレクトイグニッションの点火時期や、点火順序も制御するものが多い。 エンジンに取り付けられたカム角センサーやクランク角センサーで上視点を判断し、スロットル回路と燃料噴射量などを総合的に判断して点火時期を細かく調整することでエンジンの性能をどのような回転数でも最大限発揮できるようになっている。なお、このような制御システムは1980年代初頭の アメリカ社でもアナログコンピューターを使用したシステムがディストリビューターを用いた電子制御式点火装置に用いられていた。レシプロエンジンと異なりガスタービンは始動時にのみ点火システムが必要であり、その後は燃焼室の火炎に燃料を噴霧することで燃焼が持続する。一方で安定的な燃焼を達成するためには噴射される燃料と供給される。 空気量を適切な比率にコントロールしなければならない。また、航空機用ガスタービンでは空中でエンジンが停止した場合にこれを速やかにかつ正確に再始動できなければならない。ガスタービンを始動するためにはまずコンプレッサーやタービンを駆動させる必要がある。コンプレッサーの始動には電動モータや圧縮空気、油圧アクチュエータが用いられる。 空気を用いるエアタービンの場合には、地上からの供給を受ける場合がある。またガスタービンを用いた APU の場合にはこれを動力、電源として用いる。機体からの電力供給により、コンデンサに電力が充電されると、パルスのスパークを放電させることで、混合儀に添加される。過去には燃焼室に爆薬カートリッジを置き、これで添加した場合もあった。 ありがとうございます。